中突破で一直線。チョコマツ、まこちゃんが急に苦しみ出したんだよ。何？熱が高いわ。よし、急いで帰るんだ。チョコマツ、お前は先に行って園長先生に救急車の手配をしてもらえ。はい。頑張るか、まこ。まこ、しっかりしておくれよ。おりました助決様。バライ、久しぶりじゃの。はは、私が来たからには兄の仇大アポロンを必ずや倒してみせるぞ。はい、この私めも命を捨ててお手伝いいたします。うん、よくぞ申したバライ。さて、一応は総司令に会わねばなるまい。はは、うん、そなたは。ギラニク殿、お久しぶりです。ダザン本部よりの急の使者とは除血お前だったのか。いかにも、ダザン総統直々のお許しを得てこの除血、兄非道の仇討ちに来た。ふん、勇ましいことだがどうなるかな。地球征服の総司令でありながらダイアポロンごときに手を焼き、いまだにその使命を果たせないのはどなた。何。ダザン総統。ギラニク、非道なき跡妹の除血をお前の指揮下に置く。よいな。しかし総統閣下。女といえども除血は男をしのぐ切れ者じゃ。わしは除血に元帥の位を授けた。え、元帥に。ギラニク、この除血は必ずやお前の強力な片腕となろう。一刻も早くダイアポロンめを葬り去るのだ。追って命令を伝える。それまで控えていろ。お言葉ですが、すでに私には作戦があります。それは緑ヶ原の大樹海に秘密基地を作ること。秘密基地。参るぞ、バライ。はは。ギラニク司令。放っておけ。ダイアポロンめがどんな強敵か分かれば除血は泣きついてくるわ。それもそうですな。我らのダイアポロン作戦を謎の大樹海に仕掛けるのだ。園長先生。先生、どうしたんです。まだ手術は始めないんですか。いえ、それが今輸血用の血液を頼んだんだが。先生、血液ならいくらでも僕から取っておくれよ。先生、俺のだって。まこちゃんの血液は何型なんですか。大型だ。え、じゃあ俺のを頼む。俺は大型なんだ。いや、それがね、あの子の血液は同じ O 型でも RH マイナスという特殊な型なんで、誰のでもとはいかないんだ。それで今センターに持ってきてもらうよう頼んではあるんだが、
間に合うかどうか、2時間以内に手術をしないと大変なことになる。よし、それじゃあ俺たちが取ってこよう。君たちが。先生、すぐに戻ってくるから手術の用意をお願いします。しかし、行くぞみんな。たけし君。君ミキテ、お前は残れ。どうして？マコのそばについていてやってくれ。わかったわ、たけし。頼んだぞ。フェイスリアーユーエマコ、頑張れよ。血液は必ず間に合わせるからな。さあ、直線最短コースで一気に突っ走るぞ。はい。よっしゃ。あ、大変です、たけしさん。直線コースで行くと緑ヶ原の大樹海を通過することになります。何？博士、緑ヶ原の大樹海といえば飛行機が謎の墜落をするという魔の場所じゃろうが。そうです。不思議な現象が起こって磁石は全然効かず、景気類は全てダメになってしまうんです。しかし、そこを避けて遠回りしている時間はない。かまん、みんな突き入るんだ。オーケー。マコ、待ってろよ。頑張るんだぞ。この神秘な時期を利用してダイアポロン殺しの武器にしようとは、さすがは除血様。モンズーンから巻き起こる磁気竜巻は必ずやダイアポロンの動きを封じ込める。やつとて所詮はメカじゃ。お、これは、うん、何事だ。は、正体不明の飛行物体が近づきつつあります。何？お、これはやつらの UFO ではないか。慌てるでない、バライ。モンズーンが完成するまでビングスで応戦するのだ。たけしさん、ケーキが。よし、俺についてこい。メカ銃だ。ここで戦ってちゃマコの血液は間に合わない。チョコマツ、ここは俺たちが引き受ける。お前は先に行け。え、そんないいから、お前はマコの血液を運ぶんだ。分かったよ、たけし兄ちゃん。アポロンヘッドトラングレッカー。
頭直末、お前だけが頼りなんだ。分かったよ、必ずオイラが手術に間に合わせてみせる。なし、行くぞ。あっ、てっ、おバラン、門前の完成を急げ。はは、急いで、まこちゃんが。ああ、博士、完成いたしました。よし、一気に勝負じゃ。ねえ、うわー、ハセ、ゴレアン、早く脱出しろ。俺はダイアポロンに合心するぜ。しかし、ダイアポロンになるとお前の体力は急速に落ちることを忘れたのか。そうです、このままで頑張りましょう。バカ野郎、マコの命がかかってるんだ。お前たちは直末を護衛しろ。わかった、行くぞ。タケシさん、あそこだ。
導の仕返しをたっぷりとしてやるわ。で、わめけ、その門前竜巻がお前の目か機能をバラバラにして、やがてはただの醜い鉄くずになるの。大丈夫でしょうか。ダイヤポロンがあんな怪獣や竜巻に負けてたまるか。ダイヤポロン、ダイヤポロン、ラビー、諦めてはいけません。この電磁波の竜巻とて、所詮はダザーン軍団が作り出したもの。作り物ならそこに必ず弱点があるはず。それを探すのです。弱点、俺がこの竜巻に、あれだ、電磁波だけは。あ、しまった、エネルギーが。ノック、あ、力が入らない。お、ダイヤポロンが。ドケス様、やつもかなり弱っています。うわ、粉々に吹っ飛ばすのだ。爆破装置。お前が吹っ飛ぶ姿をここから見届けてやるわ。カッター。こうなったら力に逆らわず内部へ入り込んで捨て身のアポロンデストロイだ。アポロンこれは
アポロン覚えておれ。本当に良かった。は敵基地イルデラ火山に突っ込んでいった。時すでに遅く、五郎は人質として連れ去られてしまった。攻撃のできないダイアポロンにダザーン X はリングファイヤーを巻きつけ、ギリギリと締め上げていく。次回突入せよ敵陣イルデラ火山発見。